神代の酒場、ブレンベルの墓。アーカイブなんだっけ。地べたなんか薄くね、ウォウォ。すごいな、この世の終わりみたいな匂いをするぞ。シェイプじゃね。これシェイプじゃね。音沙汰がないでござるぞ。怖いでござるな。やっぱそうだよね。やっぱりね。しかも結構長かったぞ。やばい。うわ。急に現れるな。痛い。なに、これもしかして。そこはかとく嫌な予感がする。そこはかつなく嫌な予感がする。やっぱそうだよね。やっぱそうだ。こいつ持ってるぞ。こいつ光を入れし者だ。やばいぞ。まずい。うわー、結構届くな。でも別にめくらまししてないのになんで今入ったんだ。まずいよ。全然劇作法使うの忘れてたよ。お前キャラ光から出でるようなキャラじゃない。こういうのって解釈違いって言うんですか。表現範囲も狭い感じ。やっぱりそうだよな。そんな感じするよな。いや、めっちゃ見てるな。いや、これ立ち目めな可能性あるぞ、やっぱり。でも足別に遅くなかったよな。ってことは、かけらの方かな。墓石のかけらの方かもしれない。やばい、今回終わるかもしれん。登ってきたぞ。うわー、びっくりした。やばい、ビビる、超ビビる。足速いよな。いた。あ、普通に殴るんだ。これあれですね。反問のトレイルですね。見抜いた。いやー、アフターケアもして。とりあえず反問のトレイル止めないかなきゃ。話にならないって。ま、最悪だ。一応、立ち目めのリスクっていうのは、なくはないんですけど、立ち目めの可能性はある。見られてそう。とにかく一回でも虚無に行きたいな。まさかこの中行ったりしないよね。あ、ビビった。やめろよ。ちょ、待って、どこ。わかんない。いたのかよ。ちくしょう。でもなんか乱放置してる感じ、やっぱりあれかな。フントモスリー狙ってる感じが、それか立ち目狙ってる感じだよな。やだな。あー、マジか。これ結構反物取れる強いな。虚無活用してもあるけど、多分あそこに蹴った発電機が黄色いままなんだよね。おお、急に現れた。普通にこのハロウィンホラーだな。店員にょん。虚無を活用してる説はかなりある。残霊いけー。残念を解放。あ、ドムから出る。
え、立ち目ありそうで怖え。あ、チェイス中してる。やばい、来た。あーやばい、これもしかして立ち目かもしれない。やばいやばいやばい。あ、でも殴ってるってことは違う。あ、危ねえガチ危ねえ。立ち目だったらマジで危なかった。危ねえ。入ってきた。やばい怖い。おーレレナリうわーマジか。あぶねーあぶねー。あやられた立ち封されたー終わった。早すぎる。リマッチしかしないんだけど。ご視聴いただきありがとう。もう最後の最後で通電した後、胸部で立ち踏みしていただくことができました。やった。ジジュエルクレド。